法案の名前の由来であるクラレンドン伯爵、エドワード・ハイド・クラレンドン法典あるいはクラレンドン法とはスチュアート朝による王政復古後のイングランドで成立した非国境と抑圧のための一連の立法。この法典は地方自治体法、統一法、コンベンティクル法、ゴマイル法の4つの方から成り立っている。当時政府の中心的人物であった。 クラレンドン伯爵エドワード・ハイドにちなみ、クラレンドン法典と呼ばれる。ただし彼は、こうした、不寛容的政策には、批判的で実際の推進者は、議会内の保守的国境とだった。新京都革命と排除法危機の間は、イングランド近世史上の保守反動の時期に当たる。このうち前半が、クラレンドン伯を軸とする時期、後半がコバルと呼ばれた5人の政治家による、 支配の時期である。クレランドン法典は保守反動前半の象徴的存在である。クラレンドン法典は王政復古後の反動的な議会により制定された被告教徒を抑圧する内容の一連の法令で、当初は長老派を対象に、後に王権がカトリックに接近するとカトリック教徒を対象とした。一連の法令でイングランド国内には、 ディセンターと呼ばれる一端的な被告教徒が出現することとなった。地方自治体レートは1661年にイングランド議会で制定された条例。立法の目的はイングランドの公職をイングランド国教会の信徒に制限するところにあった。チャールズ・バトラーのイングランドにおける反カトリック法についての概説によればカトリック刑罰法の一つとして列挙されている。 しかしながら、この法令は直接的には長老派を対象としており、その目的はカトリック弾圧に限られているわけではなかった。この法令は1661年王政復古後の年の12月にチャールズ2世によって成立した。当時の議会は王党派によって掌握されていたので、完全に反動的であった。王党派はイングランドを 新境と革命以前の状態に戻すためにあらゆる手段を講じようとした。チャールズ2世や政権を担当していたクラレンドン博は必要以上に反動的な議会の要求に対してはそれを抑止する姿勢をとった。しかしながら地方自治体例の成立はクラレンドン博が長老派を抑圧しようとしていることを示した。長老派は当時 地方都市や村落で影響力を持っており、地方の自治機関の役員を多く占め、間接的に議会に影響力を持った。この法令は、地方の自治機関の役員を国境徒に限ることを定めて、地方の長老派をそっくり国境徒にすげ替えることを目指したものであった。条例によって、12ヶ月以内にイギリス国教会の儀礼に従って、生産のサクラメントを受けていない者は、 地方の自治機関の役員に選出されることができないと法的に定められた。自治機関の役員は王権と国家に対する忠誠を宣誓して、受動的服従の協議への信頼と厳粛な同盟と契約を捨てることを誓わされた。これらが満たされない場合、選出は無効とされた。この法令に類似したものとしては12年後に定められた審査法が知られる。 この法令は軍隊を含むすべての公職から被告教徒を追放するものであった。これら二つの法令はやがてカトリック教徒に対する差別が強まると彼らを公的な場から締め出す刑法典の使用を締めるようになった。後の時代になると若干なの被告教徒のプロテスタントが軍の要職を得たがこれらの人々のためにしばしば退社令が出された。しかしカトリック教徒が この大社令の恩恵を求めると、チャールズ2世がカトリック信仰を復活しようとしているのではないかと議会は疑い拒絶した。地方自治体令は18世紀に至ってもまだ名目上は効力を有していた。この法令が撤廃されたのはカトリック会法令直前の1828年のことだった。統一令とは1662年にイングランド議会で制定された条例。 これによりイングランド内のすべての聖職者と学校の教師は成功回帰当初の承認を義務付けられ、すべての儀式と式典で成功回帰当初が使用されるべきことを定めた。この結果2000人もの聖職者がこれを拒絶して職を去った。これは大追放と呼ばれた。審査率と地方自治体例によって軍人を含むすべての公職から被告教徒は締め出された。 また、被告教徒は、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学での学位取得が不可能になった。統一令は議会を規定する法であり、一般の祈りの形式、サクラメントの執行とイングランドの英国国教会の諸々の儀式を定めたものだった。その条項は、統一令修正条例によって修正された。山中の説教コンベンティクル条例とは、1664年に、 イングランド議会で制定された条例。非国教徒は5人以上集まって宗教的な集会を行うことが禁じられた。このような非国教徒による非合法な集会をコンベンティクルと呼んだ。この法令は非国教徒を弾圧し、国教会の地位を向上させるクラレンドン博の計画の一環であった。この法令によって実現されたことは、 国民名訳派のような被告教徒を国境の新たな教区として受け入れることよりは、むしろこれら被告教徒の教区を排除することだった。4回この条例に違反すると西インド諸島に送られて7年間区役に着かされた。結局被告教徒を三中の説教に追いやる結果となった。このような秘密礼拝集会は政府や社会秩序にとって大きな問題となった。 この法律は、チャールズ2世の特免権で幾分緩和され、王の承認があれば、刑法の規定を停止して、非国教徒の教会を建設し、非国教の聖職者を置くことが認められるとした。コマイル条例もしくは、オックスフォード条例は1665年にイングランド議会で制定された条例である。長い名称では、地方自治体に非国教徒が居住するのを制止するための、 条例という、確立された国境界と社会の一体性を強めようとしたカトリック罰則法の一つであった。この法令によって、被告教徒の聖職者は、王に決して抵抗しないという宣誓をするか、教会、または国を変えない限り、彼らを締め出した教区の5マイル以内に居住することを禁じられた。ありがとうございます。